お待たせいたしました。市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は右の立つ、対するスワローズの先発はルーキーの吉村。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の立つ、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは赤羽。背番号71、はい、第9球投げた、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、アウトコース低め、空振り。第3球外、空振り三振。立つ、見事なピッチングです。バッターは2番荒木。背番号10。第9球ストレートはボール。まずは外角低め投げた、ボール。第3球はストライク。次は4球目投げた、まっすぐ見送ってストライク。次は5球目投げました、ボール。さあ、6球目投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。背番号3。第9球初球打った、フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号46。第9球投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク。追い込んでいます。次が4球目投げた、外角低め、直球は外れてボール。第5球投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、抜いていった。中継、太田、いいバッティングを見せました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。第9球投げた、初球決まってストライク。まずは決めてきました、投げた、2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。変化球アウトコースへ外れてボール。さあ、4球目高め、ボール球打った、これは内野へのフライだ、取りました。これで3アウト。先ほどのプレーです。立つ、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ファイターズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは松本。第9球外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、決まった、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、アウトコース、空振り三振。最後は148キロストレート。背番号66。第9球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ストライク。第4球はフォークボール、見逃し三振。バッターは8番西田。背番号30。第9球投げました、初球見送ってストライク。まずは入れてきました、投げた、アウトロー、空振り。これで追い込みました。追い込んで投げた、ボール。さあ、4球目スライダー、ボール。次が5球目内角、スライダーは外れてボール。第6球を投げた、縦のカーブ、空振り三振。3者連続三振になりました。さあ、リプレイです。立つ、連続三振で切り抜けています。2回の表が終わって1対0です。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番小森。投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球はアウトロー、見送ってストライク。投球これから4球目、あっと引っ掛けた、一塁送球、アリゾノ軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って赤羽。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、決まった、ストライク。これで追い込みました。投げました、見送ってボール。投球これから4球目、おっつけて打った、ヒット。赤羽ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9球投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、ボール。
第3球を投げました。打った、ファール。さあ4球目打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9初球から打ってった、取ってアウト、3アウトチェンジ。スワローズファーストランナー残塁。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは太田。第2球、2球目ストライク。第3球は146キロ直球、空振り三振。太田全くタイミングが合いません。投げた、ボール。まずはアウトロー。第2球投げた、2球目ストライク。投げた、アウトロー、際どい球、ボール。さあ4球目打ちました。次は5球目、投げた、打った、古川取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、スライダーはストライク。第3球を投げました、ボール。次は4球目投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。追い込んでから第5球アウトロー、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。4回の表が終わって4対0です。5回の表4点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッターは打ちました、初球打ち、ヒット、レフト前ヒットになった。三ツ俣いいバッティングを見せました。バッターは8番西田。今日の第1打席はスイングアウト。投球これから2球目、スライダーボール。第3球、3球目空振り、少し迷ったか。追い込んで投げました、ボール。投げました、変化球、空振り三振。バッターは9番小森。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました、打ちました、サードライナー真正面。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ボール。第3球は見送ってストライク。次は4球目投げた、打ちました、いい当たり、掴んで、これで3アウトになります。スワローズファーストランナー残塁。5回の表が終わって4対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは荒木。今日はフォアボールとセカンドフライ。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、打った、ショートバウンド取った、アウト。奈良間うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者西浦。今日はキャッチャーフライとライトフライ。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球は完全に外れた、ボール。第4球を投げました、打った、ファール。投球これから5球目、打ちました、センターへ飛んだ、センター前にセンター取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番太田。第1球ボール。第2球、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、これはヒットになります。太田ナイスバッティングです。バッターは5番北村。今日はキャッチャーフライとファーストフライ。内角低め、ボール。投げました、スライダー見送ってストライク。第3球外れた、ボール。第4球を投げました、4球目空振り。次は5球目投げた、打ちました、ファールボール。第6球はランナースタートを切った、三振。6回の表が終わって4対0、ファイターズ4点リードは変わりません。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは松本。ここまで2三振といいところがありません。初球ストライクから、変化球ストライク、アウトコースへ、これで追い込みました。投げた、ボール。第4球を投げた、打った、ヒット。松本いいバッティングを見せました。バッターは7番三ツ俣。第1球投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、
奈良間捕った、二塁フォースアウトセーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。キャッチャー西田、第9球投げました、まっすぐ見送ってストライク。さあ次の投球ボール、アウトローへ。第3球を投げました、ストライク、膝元厳しいところ。次は4球目投げました、変化球空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、これで追い込みました。投げた、見送ってボール、投げたボール。さあ5球目、アウトコース低めいっぱい見逃し三振、立つナイスピッチング。7回の表が終わって4対0です。ファイターズ見事勝利を収めました。日本ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手は立つ、敗戦投手は吉村でした。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。